考えてるから、ね、はい、それ一緒に回したら、はい、いつも宣伝します。いつもより多めに回しております。長いね。長いね。は、初めてです。こんなにちゃんと回した人。コマがいいんだよね、きっと。うん。それこそさ、うん、最初に岡山のアートファームの犬青森さんに言われ、教えられて犬島に初めて行った時に、うん、伊勢のさ、オーダーを配る岡倉の人が来てたのよ。どこに？犬島に、はあ、これ犬島寿司なんですね。これ犬島だから、うんうん、あのいわゆる陰陽師の末裔ね。お、うんうん、で犬島の中の、うん、ちょっとした広場が広場ってかあるの、うん、そこで1年に1回、うん、いつもの公の方がいらしてますので皆さんお集めくださいっていうアナウンスがあって、はい、で見に行ったの、はい、そしたら本当にね、はい、岡倉ですよ。はい、本当にあの何染石染之助のもっと原型ね。おー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 、こんなさ傘回して、はい、上で、はい、石あれ五合マスかな、うん、五合マスマス、あ、はいはい、あれの駒のようにあ、はいはいはい、くるくる、うんうん、回したり、うん、要するに、手品やったり技術やったり漫才やったりするわけよ、はい、もうそれは本当にびっくりしたね。へ、それで終わってから、はい、犬島の家を回って、はい、お伊勢さんのお札を配って歩いて、はい、寄進のお金をもらって、はい、でその日は有本さんっていうその犬島の方も出してるけど、はい、よろず屋みたいなことやってる人がいるんだけど、はい、その人の家に泊まって、はい、でちょっといろいろ聞いたわけで興味があったから、はいはい、皆さんどちらからいらっしゃるんですか、はい、自分たちは桑名の子です。桑名、うん、三重県の、うん、あ、なんとか神楽ってありますね、あっちも、うん、で伊勢神楽か、伊勢神楽、うんうん、で代々お伊勢さんの神楽をやってるものですって、はいはい、まあ、もうびっくりしたね。それで明日は小豆島に行きますって、まあ、それがね、とにかく犬島でね、最初のねすごいあの印象強かった。10月ぐらいちょうど今ぐらいだったから、だからもう本当にそれ見てて、はい、最後の船に乗り遅れそうになったんだけどね、うん、でその話を松本さんにもしたの。犬島、うん、って面白いぞっつって、うん、あんなもう道の精錬所の私がもう本当にラピュタみたいだぞっつって、うんうん、廃墟があってとか言って、うん、でそういう岡倉も来るからって言ったら、松本さんすごく興味持って、うん、江藤とじゃあ見てくるわ言ったら1週間帰ってこなかったの、うん、気に入っちゃって、でそこからやるようになった。なるほど、ありがとうございました、うん。